白川郷前景冬の白川郷合唱集落。白川村は岐阜県北西部の大野郡にある村。北は富山県、西は石川県に接する山村である。村内の白川郷に見られる、白川郷、五貨山の合掌造り集落で知られる。白川村は日本有数の豪雪地帯であり、特別豪雪地帯に指定されている。 このような風土から合掌造りという独特な家屋が生み出された。白川郷、五箇山の合掌造り集落はユネスコの世界遺産に登録されている。白山国立公園の山並みを背景とした、その姿は観光資源としても重要である。また、庄川の上流には白水湖、見ぼろ湖といったダム湖がある。岐阜県内にあるが、 東海北陸道は富山県方面の方が先に開通し、岐阜県方面の開通までは同じ日田地域の鉱山市へ自動車で片道1時間半ほどを用意したため、距離的にも近い富山県南都市との結びつきが強い。また、岐阜県内の南部の美の地域よりも富山県や石川県への方が移動距離が小さい。 県庁所在地の岐阜島では自動車で120分程度を要する一方で、隣接する富山県の富山市までは75分程度、石川県の金沢市までは70分程度で移動できる。1999年には、富山県の東都並郡上花町、平村、上平村、西都並郡福光町とともに、なんと広域連合を結成している。村内小白川地区は、 岐阜県側の放送電波の伝送が難しいため、と、波衛星通信テレビの区域外再送信の対象となっている。白川村は岐阜県北部のうち北西部に位置する。白山を主砲とする両白山地により、石川県と区切られ、北を人形山によって富山県の五日山と区切られている山村である。村の面積の95.7%を山林が占めており、 それも急峻なところが多いことが特徴である。山々の間を縫うように小川が流れ、北に隣接すると山県南都市へと続いている。小川沿いのわずかな平坦地に集落が散らばっている。山地河川幕府古正美コ古くから、飛騨国の小川流域は、白川郷と呼ばれており、そのうち、下白川郷と呼ばれる、川下川が白川村、上白川郷と呼ばれる、 川上川が小川村となった。江戸時代中期から白川村には合掌造り家屋が建設されており、300年以上前に建てられた家屋もあるという。1875年7月29日に町村が統合された際に、阿村、有りが、原村、飯島村、牛首村、内が、戸村、大久保村、大牧村、お、上村、小木町村、 加ゾリ村、小白川村、北タ村、島村、ツバキハ村、野ヤ村、鳩、谷村、平瀬村、福島村、馬マカリ村、マキ村及びミボロ村が合併して、白川村割津村した。1889年の町村制が施行された時に自治体として発足した。1995年から2005年にかけて行われた平成の大合併の際には、 日田地域のすべての市町村で結成した日田地域合併推進協議会に白川村も参加し、また村内では独自に白川村広域合併研究会を設置した。日田の最大都市である高山市に編入される形で一市二軍で合併する場合と白川村単独を続ける場合とを比較検討し、2001年に合併是非論展開表を取りまとめた。 検討の結果、合併した場合の面積は3229平方キロメートルで、鳥取県に匹敵する広域となるため、一体的な行政運営が可能なのか疑問視されたこと。白川村から高山市の中心部までは83キロメートルもあり、移動が困難であること。また、人口1900人足らずの白川村からは、市議会議員を選出できない可能性があること。 そして白川村独自のコミュニティ機能が崩壊することが心配され、8割近くの住民が合併に反対した。また、南都市との結びつきや世界遺産でもある、白川郷のイメージを損ねてほしくないという内外の声もあり、2003年に同協議会を離脱し、単独村制を維持することにした。現在、飛騨地域では唯一の村であり、岐阜県内でも白川村の他には、 鴨郡群の東白川村の一村を残すのみである。村長議会海外観光業白川村が単独の村として存続できている理由としては合唱作り集落がもたらす観光関連収入により財政状態が良好であることが大きい。以前から合唱作り集落は観光地として有名であったが、1995年の世界遺産登録以降はさらに多くの観光客が 訪れるようになった。この盛況ぶりが観光関連収入を生む反面、観光客が合唱造りの家の戸を勝手に開ける、上がり込み写真を撮る、等のマナーの悪さによる被害が発生したり、合唱集落の住民が勝手に自宅内などで、土産物屋や,や駐車場を開設するため、観光地下により素朴さ、日本の原風景であることが損なわれ魅力が、 低下しているのではないかという器具を生んでいる。2008年7月、東海北陸自動車道全線開通により、白川村から高山市などへのアクセスが改善し、高校生が下宿通学から開放され自宅通学可能になるなどの恩恵があった。白川村立白川号学園白川号バスターミナル、東海北陸自動車道、白川号 IC 道の駅白川号交通は、 道路のみであり、村内に鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合、高山駅、名古屋駅、金沢駅、新高岡駅、富山駅などから高速バスを利用することになる。なお、高山本線の白川口駅は、東村やその付近ではなく、鴨群白川町に所在する。合唱づくり集落入り口の小木町交差点に隣接して、白川号。 バスターミナルが整備されており、村を発着する、ほぼすべての高速バス、路線バスが乗り入れる。路線バス下記のバス会社が運行する高速バス、路線バスが周辺自治体から村へのアクセスや、村内の移動の手段となっており、村民の重要な交通の足となっている。高速道路国道県道秋吉寺、菊も城石白川八幡神社なお、東白川村は、 県南部の美濃地方の東部に位置し、白川村とは近接していない。ありがとうございます。